皆さんこんにちは。こんにちは。村倉99.6回目。イエーイ、99.6回目。理由、ハラミンさんが大阪出張でいないため、さすがにハラミンさんと一緒に始まったこのマイクラ、彼不在で100回目をカウントするのはあかんでしょう。そうですね。そんなわけで本日は 99.6 回目でございます。残念だったね、100回目を期待した方。あと仮に100回目だとしてもだよ、100回目だとしても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ちょっとここら辺で落ちても大丈夫かなって一瞬ちょっと仮に100回目だとしても多分特別なことはしないと思います。あ、そうなんですね。する？いや、なんか記念碑立ててくださいって言って、アンケートいっぱい来てましたけど。よしはい、今日はグッサンとやります。イエーイ。さあ本日なんですけれども、はい、ここ最近作業会続いたじゃないですか。はい、ちょっと冒険してほしいというコメントもたくさんいただいておりまして。おお。で、冒険は一つありかなと思ってはいるんですよ。はい、で、その冒険の向かう先ってたくさんあるんですよね。廃校も腐るほどある。あ、そうですね。そして前回の動画、はい、ツイッターで教えてもらったんですけど、海底神殿多分もう一個あったんですよね。なんか光ってましたね。明らかに柱っぽいものも3本4本立ってるのが一瞬見えたんですよ。あれは間違いなく海底神殿2で、前回完成させた地図、はい、穴開いてるけど。そうですね。あの海底神殿はどの辺なんだ？おそらくまあ左下のエリアですよね。あの辺を広げてる間に見つけたんで。チェスト持って靴履いたりとかいろいろしながら、ただそうか、海底神殿攻め込んだら死ぬよね、まずね。まあ死にますね、間違いなく。はい、死にますね。それはやめよう、いろんなものを失ってしまうからはい、攻め込むのはまだ早い、まだ早い。それで言うとあれどうすか。あ、でもな、それも作業会になっちゃうから。いや、なんかこのマップ、はい、あまりにもいろんなことがあると。はいはい、初期リスポーン地点の地下になんか埋まってんじゃねえかみたいな、はいはい、噂ですよ、噂。ほう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 。興味ないですか？掘ってみます。掘ったとしたら何も見つからなかった時、明らかにクソ作業会になるんですよ。まあそうですね、早送りで終わる可能性があるんですよはいはい、それすらも辞さない息で勢いでやっちゃうってのは私はちょっとやりたいんですよね。はいはいはい。なんだったらあそこを平らにして、いろんな資源大国というか、いろんな持ち物をこう持ち込んだ上で、はい、いつでもこうリスタート、はいはいはい、強くてニューゲームみたいな状況、はい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 、平らにしてカメハウス一丁作るってのもありじゃないですか。それ全然ありですね。ありですよね。来てましたね、そういうコメント。今日それでいきましょうか。はい、賛成です。はい、ちょっといろいろ持って船で旅立ちましょう。はい、氷渡りじゃなくていいですか？氷渡りだと多分かなり時間かかる。まあそうですね、船の方が早いですね。船で行きましょう、移動は。あとはここもちょっと触りたくて、はい、グッサンも言ってるしツイッターでもよく言われるんですけど、ガラスがこれだけの数あった時に描画される時、ちょっとパソコンが重くなるんですよね、はい、そうですねで、毎回村倉のこの MM ハウスに入った瞬間って、はい、画像が一瞬乱れます、ね、乱れるじゃないですか。はいはいはい。これちょっと小さくするってのもいいんじゃないかななるほど。リサイズは1個ありかなと思っておりますね、はい、正直。ネザーゲートつなぎましょうか、初期リスポン地点から。あー、掘りつつの。なるほど、ふん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 。それいいっすよね。確かに。そうするとあれかね、黒曜石。あー、そっか、ネザーゲート、そうですね。作るには24の8個いるのか。いや、10ですね。最低10個です。ちょっとじゃあ黒曜石は掘りましょうかね。なるほど。掘って持っていきましょうか。9個入ってるのはこれ置いていくんですか？あれ、5個しか入ってなくないですか？9個入ってますけど。あ、本当だ、これ持っていきましょう失礼しました。9が5に見えたっていうやつ。9が5に見えちゃいましたソーリーソーリー。久しぶりにブランチマイニング場に向かいます。あったー、早速見つかりました。テマーテマえ1個でいいよね、合計10個。はい、いいと思います。過剰に取っとく必要ないよね。はい、久しぶりのボートですね。久しぶりやな。だいたいこっちだよね。そうですね。さあ出陣だ。つもつもまだやってないからよく分かってないんですよね。ダウンロードはしたんですけど。つもつもは革命だと思ってるよ、自分で言うのもなんだけどダウンロードして何回も引けるガチャあるじゃないですか。はい、アイコン引き直しガチャ、1回のみ。あれは引きました。ぜひとも気に入るアイコンが出るまで何度でもやってくださいね。そうですね。
皆さん麻雀つもつも私かなりオンラインでいますんで、ぜひとも遊んでください、ね、かなりオンラインでいるんですか。かなりオンラインで移動時間とか隙間時間はほぼほぼ麻雀つもつもやってます。あれ僕一個気になったんですけど、今日電車の中でもやりたかったんですよ、はいはいはい、やりたかったんですけど、その乗り換えがちょいちょい僕あるんで、うん、その乗り換えのタイミングに被ったら嫌やなと思ってて。それ嫌ですね。そうなんですよ。であれハンチャン、イベントマッチのところに一曲線はありますね、はい、あ、一曲もできるんですね。一、はい、曲からできるんや。一曲線あります。へえ。私は結構同じく、はい、あの本当に限られた時間なので、うん、4人対戦やっちゃうと、はいはい、やっぱり15分ぐらいかかるじゃないですか。ですよね。だから結構私が出没してるのは一曲線です。麻雀つもつもすごくやりやすい。ありがとうございます。ぜひとも皆さんプレイしてください。あれもう全部その4人で全部回していくとやっぱ15分ぐらいかかりますかね。やっぱり4までトンプって考えたらそれぐらいはかかりますね。ですよね。がっつり時間が空いた時はそれでやりたいですね。そうですね、まさに。ニッケー。これが我々の100回じゃねえか 99.6 回記念としての初期リスポーン地点大改造計画です。スケルトンフォースどうしたのって言われてますけど、見失いました。多分もうデスポーンしたんじゃないですか。どうなの、デスポーンすることないんか。いや、もうきっとデスポーンしてますよ。ですよね。だって見ないですもんね。期待するのやめましょう。いないということはもう、おお、到着。死んでしまったんやと思いますよ。さあ、よし、区画整備が始まる。はい、始まります。作業だ作業だ。あ、そっか、チェストあるんでしたね。チェスト、なんか小さいチェストなかったでしたっけ、はい、あ、いや普通のラージチェストが1個だけあります。あ、本当だ。さあどうしましょうか。私チェストあれ持ってきてね。よし、じゃあこれもう どうします。海抜ゼロメートルにする勢いですか。海抜ゼロ。おお、レッツホリホリ。あれ、ん、すげえ、どうしました。砂ボンって一マス削るところだだ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 って上の方まで、だるま落としみたいになりますね。だるま落とし、これおもろいな。目指せ海抜ゼロメートルな。まず平ら、はい、からのさらにホリホリね。はい、てかこの島ってこんな広いの。結構広いですよ。意外と崩してみると広かったりしますよね、平らにすると。ねえ、これ終わらんね。え、終わらないですか。終わんなくない、これ。やばいやばいやばい、やばくない。確かに前井さんは下に掘り始めた方がいいかもしれないですね、そろそろ。あー、なるほど、そうしますか。はしごとか持ってないや。ちょっと海抜ゼロでちょっと一回このチェスト届かなくなる前に一回回収したいですねここら辺ちょっと掘り下げて海抜ゼロメートルでちょっと平地作ります。はい、やばい、やばいやばい、掘っただけで1日が終わってしまう。やばい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 。まあハラミさんいないですから。パート 99.6 ですからそうですね、100じゃないですから。ではこの目印の塔、これ宙に浮かせよう。よし、この目印の塔の真下からどっちの方向に向かっていこうかな、うん、おお、なるほど。掘り始めます。はい、何かを探して、何かを求めて。ちょっとね、はい、だんだん楽しくなってきましたよ。どういうことですか。ある気がしてきた。もう私の嗅覚が何かがあると言っている。あ、コウモリの音がした。ということは空洞がありそう。ある、コウモリの音がしている、うん、もうちょっと下に掘ります。コウモリの音が左右どちらからしてるんだ。ちょっと待ってください、耳を澄まします。耳が聞こえるですね。はい、耳が聞こえるちょっと上、ここら辺なんだよな。じゃあまさにこの高さから一回ここで左右に掘ります。どういう掘り方がいいのかな。まあ掘り方なんか考えずに大体毎回落ち込んだもんな。まあね、でもあんまりこう雑にガーって掘っちゃうと今度埋めるときめんどくさいですよ。そうっすよね。ある程度綺麗に掘った方が。あ、めっちゃコウモリの声してる。おー、マグマダイブを求めてって言われてる。グッサン、はい、ルック、おー、ベンガン、早っ。ただそれまだわからないですよ。めっちゃちっちゃい地底湖で終わりっていうパターンもありますから。めっちゃちっちゃい地底湖、コウモリいましたね。しかもちゃんとコウモリがいました。終わり、まだ終わらない。初子貫徹に向けここからまた掘り出す。いつも持ち込みたいなって言われてますよね。見たいよね。はい、見たいです。私自身も期待している。はい、パート 99.6 に、はい、レッドストーン。ほう、じゃあ結構下までもう行ったってことなんですかね。ええ、相当レッドストーンが出てくるということは、あ、
もう岩盤が、あ、これ終わりですよね、確か終わりです。岩盤は掘れないです。ここまでで、じゃあちょっと戻りので、うん、どこら辺にしようかな。落ち込んですよ、落ち込ん。結局のところはここから左、音を求めて、なんかどれぐらいの深さにある、ありやすいとかってあるんですか。まあそれは12ぐらいじゃないですか、やっぱり。あ、こんな深さじゃない、わからないです。今それ高さどれぐらいかわからないですけど、正確な高さ、あれ見れば見れる、座標見れば見れます。音がした、雲の音した。ってことは空洞あるってことですね。空洞だ。今14ですね。あ、そんなもんだ。人高いぐらいです。完全に今雲の音が聞こえました。どっちだろう、はい、進んでみるか。はい、ほとんどブランチバイニング上かな。ほとんどブランチバイニングみたいなもんや。あー、空洞だ。カランコロンって音がしましたよ。おお、モンスターハウスが、てか聞こえすぎ。トルネコの大冒険、そんなにいるんですか。めっちゃ多い。へえー、モンスターハウス来た。あ、おーおー、あ、繋がった。おお、来た、来ました。普通に掘り当てた洞窟、すごい量の音なんですよ今。その辺からしてるんですか。来た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 来ましたね。縦は最低限持ちたいんで、バック、寝ましょう。はい、なんだかんだで見つけましたよ。え、クモスポーナーなら廃校確定。それはあれでしょ、毒グモスポーナーでしょ。あ、そうなのか。はい、毒グモスポーナーなら廃校確定ですね。え、この軽装備でいっちゃう。ケン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 、早っ。あ、よし、行ってくら。行ってらっしゃいませ。まだその行ってくるが行ってくるにならないように。なんだかんだで舞子と生きて戻ってきますよ。お宝を発見して戻ってきますよ。まあでもそんな大したことにならないと思いますけどね。大したことあります。マグマ、なんもない。よし、グさん、ちょっと多いっす多いっす。まあ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 、まあまあ、まだまだ大丈夫でしょ、言うて。多いっす、言うて。お、多いっす、無限に出てきます。言うてまだ大丈夫じゃないですか。おお、いいですね。やべ、久しぶりに食らったな。あ、広がってますね。おお、がっつり洞窟してる。久しぶりの洞窟探検。明かりがある。マグマじゃないですか。マグマか。金がありましたね、今。もうそれどころじゃない。必死や、必死やぞ。くそ、あいつ高みから。だから別に攻撃してこないんやったら取っとき。ああ、よし、いいぞいいぞ村井。ふう、よし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 。どこ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 、え、どこから撃ってんの。あ、え、何それ。バイオハザードかお前。出方がバイオ。何何何、まあ楽しそうやな、洞窟探検。あ、上もあんのか。なーに、うるす、あ、もう、うわー、なんか、あーあー、あー、届かん。うるせえ。あー、ここ一回止めよう。やー、うったん。よし、レッドストーンとかラピスラズリとかいっぱい、鉄とか。そろそろダイヤがあっても良さそうですね。近い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 。バイオかお前。びっくりする。めっちゃ広い。てかラピスラズリ死ぬほどある。おー、あ、普通に広い。がっつり。もう至る所から声が。そんなしてます？する。よし。すごいわ。上から下からもういろんなところから。もう一回帰る一回帰る。いろんなところからうわー来ましたね今。あったよ。初期リスポーン地点の地下にあったよ。巨大な空洞があったよ。よーし、ネザーゲートで帰ろう。繋ごう。なんて言いました。ネザーゲートで繋ごう道を。そうですね。いやー、でもなんだかんだ帰ってこれたぞ。ネザーゲートで繋ぐ前に、すげえ広大。いや結構広大ですよ。ほとんど丸1時間ずっと整地してた。すごい。よかった、生きた。まあ、動画的には生きなかった方が面白かったんですけどね。じゃあここに立てよう、ネザーを。素晴らしい、ブラボー。寝ましょうか。ちょっと待ってもらっていいです。もうあとちょっとで終わるんで。いやー、やっと終わりや。意外とできたな。でも1時間でちょっと間に合わへんかなと思ったんですけど、ね、私もそう思いました。ですよね。よう間に合いましたよね。このダイヤのツルハシが大きいですよ、やっぱり。効率強化ついてる。さすがだ、これの力素晴らしい。イエーイ。ちょっと私も松明全部ないんで。あ、了解でーす。おー、いやー、この床の色がバラバラなのがすごく気持ち悪いですね。気持ち悪いですね。これ理想を言えばもう一段掘り返して全部同じやつで埋め直したいぐらいですけど。よし、
あれあれ、はい、こっちか、なんすかこれ、よくないですか。ロンギヌスの槍ですよ。そうですか。大地に突き刺さってるロンギヌスの槍ですよ。そんなええもんかな。なんかサハギンの槍みたいな、そんな感じっぽいけど。開通しますか。開通式、開通式やりましょう。寝ます、その前に。あ、寝ましょう。よし、正論いいよね。よし、お願いします。開通式いきます。おー、来ましたね。うわー、久しぶりだなこの音。行きましょう、行きましょう。帰るぞ、久しぶり。さーて、さーて、おー、びっくりした。あれ、どこにゃ。村井さん、この目印がいっぱい置いてあるんですけど。あれ、本当だ。もうすでに。え、あれ、え、これもうすぐ上拠点じゃないですか。え、これ登る術はあるのかい。ということは、ちょっと一回、もう一回入ってみよう。もう一回入ります？うわー。何、どうしたどうしたどうした。ぐさんどこ、ぐさんどこ、ぐさんどこ。うわー。村井さん、もう一回入ってみてください。はい。え、出たー。え、出たー。どこ？これ一回来たところですよ。村井さんとハラミンさんが。うん、来たことある気がする。ですよね。え、なんで？近いところに2つ作ったりすると、そのバグで繋がっちゃったりするんですよ。まあ、ちょっとややこしいんですけどね。これ。これ一回ぶっ壊せばいいの？そうですね。この地下のやつをぶっ壊して。あー初期リスポン地点変えれなーい逆にね。あー、繋がっちゃったー。こいつぶっ壊そう。はい、チクショいやー、皆さん本日ご視聴誠にありがとうございました。はい、悲しみの結果が待ち受けていました。これ悲劇と呼ぶにふさわしいですねそうですね、最後ね、我々のあの拠点、そして拠点の地下の洞窟を制覇、パート100に向けてちょっと頑張りたいと思います。はい、引き続き皆様よろしくお願いします。お願いします。さよならー、チクショー。さよならー。